皆さん、おはようございます。ティンダーム役場、ケンタカです。会員制サービスの事情を言います。会員制サービス、ランクによっていろいろ違いますけどもね、JAL とかのマイレージいろいろありますし、築地銀だこも同じような感じでございます。はい。まあ、その特典としては、コンシェージュのサービス、あとイベントの招待、あとは抽選の確率が上がるなどいろいろありますけどね、決済サービス、クレジットカード、あとペイペイも使えますね。はい。ワンオン、あとはまあ、楽天エディなどいろいろありますけどね、電子決済サービスいろいろあるからね、はい、スクエアとか、はい。まあ、それで、まあ、使う人が多くなっておりますね、はい。やはり、そうし、15歳以上よく使われてまして、あとは、マーケティング機能、商品やサービス企画、販売、ファン属性、顧客の誘導、送客、商品、サービス販売、その改善とか、人材獲得、いろいろありますけどね、はい。Facebook、Twitter、LINE、いろいろありますけどね、はい。まあ、会員制の小売サービス業、まあ、はい。そうですね、いろいろと、はい、ありますけどもね、はい、ID の連携もいろいろありますから、はい。というわけで、はい、会員制サービスの事情でした。バイバイ。